はい、こんにちは、村尾さとしです。今日はね、川口湖からお届けします。今日の話はですね、学校の先生は大学院を目指すといいよっていう話をしたいと思います。私も退職する2年前から、大学院を目指しまして、2年間行ってきました。まあ、いろいろ事情があって、通信制の大学院ということになってしまったんですけども、それでも2年間勉強して、参りました。まあ、普通大学院というのは1年目はね、割とこうテキストを中心とした学習して、そして2年目にもう修士論文ですね、こちらの方に力を注ぐというような形になっていきます。で、大学院行くと良いのは、大学院に行って良かったなと思ったことはですね、一番いいなと思ったのは、それまで私の場合は30数年間のね実践があったので、その実践をこう理論的に説明できるようになるんですよ。あの時こういうふうに実践してたことは、教育学ではこういう言葉で説明ができるんだなというふうに、まあ、なんとなくこうエビデンスが取れるというか、まあ、子どもの事実が一番なんですけども、まあ、大学院になっていくとですね、それにエビデンスが必要になってくる。もう厳密なエビデンスですね。子どもの事実だけじゃなくて、本当にその子どもの事実はその教材があったから達成できたのかっていうところまでね、細かく分析していくんですね。なので結構学習そのものはねきついんですよ。ただ子どもに成果が出ればいいっていうことでは長くなってくるので、ただなかなかそういう学び方っていうのはね、現役の教員だとできませんので、まあ、私の場合は本当50代後半から大学院に行くという遅さだったんですが、もう若い先生たちはね、まあ、ある程度経験を積んだら大学院に行ってみるのも一つ成長するための方法じゃないかなというふうに思います。もっと言うとですね、本当は私は、まあ、東京都に派遣制度というのがあってね、現役の教員が大学院に行く制度があるんですよ。で、それに通りますとね、行けるんですね。1年目は給食という形で、まあ、給料入らないんですけどね、1年間、まあ、その所属はその今いる学校で1年間で2年間できるんですね。で、1年間はもう完全に大学院に行く学生生活を送ることができるんですね。で、2年目はまあ仕事しながら修士論文を書いていくというような展開なんですけども、まあ、その時にですね、大学院の休業制度というのがありまして、この休業制度を使うと、1年間大学院に行ってる間に、給料は入ってこないけども、まあ、お休みは取れるという制度なんですね。この制度をこう受けるための条件が、小学校の二種免許を持っているということと、あと経験年数が3年かなとか何回だったので、私その時二種免許だったので、実はずっと二種で来たんですね。なので、まあ、そのためにですね、通信教育、多摩川の通信を受けて、で一種免許にし、そして、まあ、3年以上の経験はあるからと思って、大学院の休業制度を使って大学院の方にしっかり行こうと思ったんですね。つまり1年間休職して、ね、そしたらなんとですね、その3年っていう期間が教職年数ではなくて、一種免許を取ってから3年だったんですよ。なので、まあ、一種免許を取ったばかりということで、あと3年待たないと大学院に行けないということが分かりまして、それじゃあもう退職になっちゃうんで、そこでもうしょうがないというんで、通信制のね大学院というところに行くことにしました。まあ、この場合はですね、仕事しながら2年間、単位も取って修士論文も書くというので、まあ、相当きつかったんですけども、なんとか達成することができたということですね。はい、はい、ぜひ皆さんもね、大学院興味のある人は挑戦してもらいたいなというふうに思います。はい、一応ね、それで通信であってもそうでなくても必ず受験があるんですね。受験があるので、それなりに受験勉強はしました。はい、まあ、その過去問があるんでね、過去問を少しこう分析しながら絞って、
そうですね、3ヶ月ぐらいかな勉強して、それでまあなんとか受かることができました。結構な倍率でね、誰でもポンポン受かるってもんではないので、それなりに学習は必要かなというふうに思いますね。はい、まあ私もね、修士取ってから1年間現役でやって退職してしまったのでね、その大学院で勉強したことが1年間しか生かされなかったんですけども、まあ、その時そこで研究した内容というのがですね、作文指導だったので、そこで研究した内容がですね、結構その最後の1年間子どもたちに成果として表すことができたなというふうに思っています。はい、ですからまああんまりね、年取ってからじゃなくて、皆さんもう少し早い段階でねやってみるのもいいかなというふうに思うので、お勧めしたいと思います。お金はね、まあ、そんなにかかりますね。場所にもよるんですけど、私の場合は2年間で約100万です。はい、まあ、そのくらいのお金がかかるということもお伝えしておきます。はい、今ねここはだから川口湖のそばのなんていうとこだ、まあ、広い公園なんですよ。道の駅なんかね、このまあこう広い公園があるわけですけど、いや本当に懐かしくって、これまだうちの子供たちが本当にちっちゃかった頃ね、キャンプに来て、そしてここで遊んだ思い出の場所なんですよ。思いがけず来ました。今日ねここへ来る予定もなかったんですけど、突然来て車でね、寄っています。ここだ、見えるかな、勝沼、あ、勝沼じゃない、勝山、道の駅勝山ですね。はい、こういうとこです。はい、今時間も夕3時ぐらいかな。でだんだん日が傾いてきましたけどね、ほとんど人もいません。はい、おあとね、こんなのってる、川口湖南岸水田発祥の地ってかな、でもあるみたいですね。はい、それでは最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。